プロバスケットボール B3 に降格が決まった香川ファイバーローズの新しいヘッドコーチに矢部内光輝さんが就任することが決まりました矢部内さんは2010年から17年まで BJ リーグの島根や B1 の京都などでプレー BJ リーグ時代の2014-15シーズンには高松ファイバーローズでポイントガードとして活躍しました また昨シーズンまで2期 B1 の富山でアシスタントコーチを務めました矢部内さんは B3 合格を受けクラブ側の変わらなければならないという強い気持ちに共感し入団を決意しました一つ一つのプレーに心を宿し団結して情熱を持って戦っていきたいと思いますとコメントしています